エルる、開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。いよいよですね、もう12月に入って今年ラスト1ヶ月となりました。えー、皆さんにおいてですね、えー、ますますこの自分の内側からですね、活かしていって、えー、どんどん素晴らしい人生を歩んでいっていただければと思います。今日はまたお客様からのご質問対応でですね、で自分自身がこのご病気になった時という時の考え方というところでお話に入りたいと思います。では、画面の共有です。 状況が悪いときや病気のときの捉え方というところですね。ご質問内容で、えー、私は気境胸のですねあの肺、肺ですね、手術をして2ヶ月出勤できませんと。感謝を響かせていれば、健康ではないという人事異動にあっても、収入が下がっても自己破産するという心配をしなくても良いでしょうかと。 いうところですね。ここは本当にこう、お辛いことかと思います。で、病気になったとき、例えば熱が出たときとかですね、この、すごく周りの状況、仕事の状況が悪いときとか、このお客さんがとか、社員がこう、ね、寝入れ替えるとかって言ったときに、 この悪い想定をこうしがちなんですけれども、このやっぱり熱が出たり体がこう思わしくない時にはどんどん,どん,どんこう悪い想定をしちゃいがちなんですが、このところですね、つい出来事をですね、この真実と思って、で周りの現象に合わせて自分の人生を決めてしまうんですが、 実は自分の人生っていうのは、自分発信の飛ばしているフォトンの周波数の結果なので、ご質問者の通りですね、この感謝を響かせていればなんですが、じゃあ、現象は実際にどうなるのかなというところでですね、こちら、右側が体でどん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 皆さんのミクロの方に、自分自身のミクロの方に入ってきますと。 で、このいろんな出来事、目の前にですね、いろんな会社がどうなっちゃうんだろうとか、病気が発覚したとか、お金が足りないとか、コロナがどん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 出てきたっていうんですけども、そのコロナの新しい株、変異株がと,とかですね、で、このコロナウイルスっていうのは0.1ミクロンぐらいでですね、えー、原子よりもはるかに大きいものなんですね。で、私たちが意識を飛ばします。意識のフォトンっていうのは大きさがないもので、 でそのものがですね、意識が波を飛ばしていますとで。その意識の波に不安とか、不安フォトンとか、イライラフォトンとか、逆に楽しいフォトンとか、幸せだなっていうフォトンとか、いろんなフォトンがあります。それぞれこう周波数帯になってですね、このまあ、全部わーっとこう存在してるんですが、何ヘルツ、何ヘルツ、何ヘルツって分けていくと、それぞれこう周波数帯でこう中にありますよと。で、このコロナくに対しても、皆さん自身の このフォトン、どのような周波数をと響かせるかというところなんですが、つい出来事を見て、やばい病気がとかですね、この仕事どうなっちゃうんだろうとか、移動になっちゃってとか、給料下がるんじゃないかとかっていうふうに反応して、出来事に反応して、自分自身の不安周波数の層のフォトンをどんどん増やしてしまって、そうするとそこからの自分発信が不安を発信するので、現象がどん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 こう不安の方向に行ってしまう。で、不安もあるんですが、 そちらの方向からではなくてですね、自分自身がどう捉えればいいかと。で、以前はですね、古い考え、まあ、コロナ以前のですね、古い考え方は、現象に反応してしまって、不安とか、イライラとか、もう恐怖とかで行動してしまうと。そうすると、その不安の層のほとんどんどん増やしていくので、結果がどんどん悪くなっていっちゃいますと。で、これからどうしたらいいかと、新時代の新しい捉え方は、ゼロポイントフィールド側、愛感謝側、 を響かせていくと。で、その意識の周波数と広げていくので、行動しながらその波が広がっていきますよと。そうすると、結果、現象がどんどん良くなる側になりますよというところです。で、そうすると、この0ポイントフィールド側、愛感謝側の周波数、 自分の命を生かさせてくれているとか、全ての物質を動かさせてくれているとか、太陽の周りを地球が回っているとか、そういった宇宙全部の仕組み側からですね、高い振動数側からの波がかかると、そうするとこちらの低い振動数の不安とかイライラとかの振動数がどんどんどん,どん上がっていってで、えー、感謝とかの振動数がどんどん増えていきますよという形です。そこからの物質化現象がですね、 どうなっていくのかというと愛感謝で現象がどんどん起こるのでこちらの恐怖とかいろいろな恐怖からの結果が,でが起こらなくなってくるという形です。でアインシュタインもですね自分自身がどのようにイメージするかっていうところなんですが想像イマジネーションっていうのは知識よりも重要ですよと。 イメージすること、想像することは、魂の言葉だとアインシュタイン言って言るんですね。で、皆さん、自分自身の想像、イマジネーションに意識向ける注意を払っていくと、自分が必要としているものがすべて満たされているということを発見するだろうと。イマジネーションにズモアイポダンダンノーレッて、この想像はイメージすることよりもじゅあそう、イメージはですね、この想像は知識、なんか覚えていることよりも重要ですよって言うんですね。それは魂からの言葉ですよというふうに伝えています。 で、えー、そちら側がゼロポイントフィールド帰着なので、ゼロポイントフィールド側がすべて満たされている、どんな可能性も起こし得るので、えー、いう形です。で、さらにはですね、もし仮に仕事が異動になりました、給料がもしかにね、減給になったとして、もうその最悪って思える状況をです、ね、超えた時にですねあ、結局全部大丈夫だったっていうことになるので、実は、 自分発信なので、現象がある意味大変な状況になろうがですね、この全部自分自身を成長させてくれている出来事なんですね。もう私自身も本当にいろんなことを体験させていただいて、えー、そこからの感謝を響きをですね、探させていただいております。なので、まとめるとですね、現象に影響されて行動すると、 その現象に引っ張られて自分のフォトンネガティブフォトンをどんどん増やしてしまうと。で、ゼロポイントフィールド側からの波を響かせていく、まさにですねご質問者、ご質問いただいた形で、この感謝を響かせていく、この出来事のメッセージ、何かなというところを響かせていっていただければ、えー、出来事がどん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 感謝側で広がっていきますので、えー、ぜひですね、この大変な状況だからこそ、なおのこと、 自分の内側から響かせていくっていう練習をさせてもらえているという風に捉えていっていただければと思います。えー、関連動画はですね、こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。